ボホール島滞在を進める3つの理由。フィリピンで10番目に大きい島、ボホールが注目されているのをご存知だろうか。ボホールは、俺がフィリピンに単身移住するきっかけになった場所でもある。ボホール島をお勧めする理由。まずは、世界遺産のチョコレートヒルズと、そこに住むターシャという手のひらサイズのメガネザルがボホール島の魅力。線を超える可愛らしい石灰岩の表面に草が生えているという不思議な光景。バレンタインの日にちなんだ、 214段の階段は大変だが頂上からの風景はそれを登るだけの価値があるモテ仲間のあなたにはぜひ挑戦してほしいボホールと特にパングラオアイランドのサンゴ礁の美しさと海の綺麗さこの魅力に負けてアロナビーチのリゾートホテルに入っているコテージを購入したのはもう数年前地震や台風の影響が少ないこともボホールの魅力開発が進む観光地として フィリピン政府が治安の維持に力を入れる場所でもあり島の安全面への配慮は外国人にとってありがたい何より向上したアクセスの良さボホールのパングラオアイランドには日本との協力によって新たに建設された国際空港今まではセブ島から2時間近くかかる船で上陸するほかなかったボホールからすぐバリカサグ島でのダイビング バリカサグはボホールのパングラワイランドから船でアクセスできるダイビング天国として有名な島。美しい海はもちろんイルカとの遭遇率が高いことやダイバーズヘブンなどのダイビングスポットとして有名なところも多く、高めの水温の中カラフルで美しい水中の風景を楽しむことができる。バラクーダ観察を目的にダイビングにチャレンジを始めたのはパサイに住む友達のマリクリス。このバリカサグ島には 大きなフォレストやテーーマパークもある。バリカサグへのアクセスとしてはボホールのパングラオアイランドアルナビーチから船で30分他のルートとしてはセブのマクタン島から2時間以上かけて船で行くことも可能時間のあるあなたにはこの行き方もおすすめしたいマニラで英語の教師をしているリチャードもそうだったがフィリピン人の誰に聞いてもこれからはボホール島が熱いと語る投資やビジネス移住などさまざまな目的 ててに答えてくれる魅力的な島だ感謝するという良い口癖そして時間管理の方法を身につけ人からどう思われているか気にしないようになりネガティブからポジティブに変貌した坂上彼をはじめここにもっとモテ仲間を誘致したい